皆さんこんにちは、エリカです。ハローフレッシュというところでミールキットを頼んでみました。以前からちょっと気になっていたし、グルーポンで安くなっていたのでいいチャンスだと思って。2人用3食分が入っています。選んだメニューはジャックポテト、ビーフコフタとクスクスのタブーリ、ハーブ衣のポークカツです。裏に作り方の手順が記載されています。一つずつ開けていこうと思います。パックのシールとレシピの上のマークが一致しています。ちゃんと開けなくても作りたいものがどれかわかるようになっています。こんな風にここのマークとここのマークが同じです。それでも何も見ずにビリビリって破いて中身を全部出してしまう人っていると思います。この筒には冷蔵用の食材が入っています。一つ一つ出しますね。電話でデリバリー時間のトラッキングができるのですが、最初は12時から16時の間となっていて、次に13時から17時に変わり、そして13時45分からと細かく変わっていきました。コンプレックスに住んでいるので、デリバリーが来たらゲートを開けるためにインターホンが鳴るのを待っていました。2時を過ぎても鳴らないので、念のため家のドアを開けるとドンと箱が置いてありました。ノックぐらいしてくれたらいいのに。今日はハーブ衣のポークカツを作ろうと思います。葉物野菜はビニール袋にパックされています。ベビーほうれん草とイタリアンパセリです。この黄色いものはイエロースクワッシュと言います。アメリカのものと形が違いますが、ズッキーニの仲間です。ちなみにこれをサマースクワッシュ、かぼちゃをウィンタースクワッシュというそうです。買ったことがないので、どんな味がするのか楽しみです。これがこのメニューに使うすべてのものです。レシピを一通り読んでみると、野菜を切ってオーブンに入れればいいようです。マッシュルームも入れた方が美味しいと思うので、冷蔵庫にあったものを使います。緑のカプシコムが入っていたのですが、写真は赤いのを使っていて、その方が彩りがいいのでこれを使います。イエロースクワッシュ、 UFO みたいな形が可愛い。切ってみるとやっぱりズッキーニの仲間みたいです。初めてなのでどう切っていいかわからないんですけど、イタリアンパセリはパン粉に入れるためみじん切りにします。オーブンで焼くとありましたが、フライパンで弱火にして焼きます。やっぱり赤いキャプシコンも入れると彩りが綺麗ですね。緑の補充に冷蔵庫にあったインゲンを使っています。蓋をして放置します。ポークカツを作っていきます。こっちではポークシュニッツェルと呼びます。以前はブレッドクランブルという細かいパン粉しか売ってなくて、見た目は日本のカツとは違うものでした。肉1人2枚って書いてありましたが、
1枚が思ったよりも大きい。なので食べやすい大きさに切っておきます。フォークとナイフの文化なので材料は大きいままで各自が切って食べるというコンセプトなのでしょうが、そういえば友達の家に行った時、ブロッコリーを4等分に切ってローストしたものが出されたことがあります。日本の料理は食べやすい大きさに切るのが基本ですが、今は日本食がブームになっているのでパン粉クランブルとして普通のパン粉がスーパーでも買えます。最近急に日本のものが増えたみたいです。お好み焼きソースまでスーパーで売っていてびっくりします。キューピーマヨネーズもオリジナル以外にわさび味も売っています。オージーはわさびが苦手な人が多いので、こっちの回転寿司にはわさびが入っていないのに不思議です。キューピーマヨネーズにはもう一種類オレンジ色のスリラッチャフレーバーというものがあります。スリラッチャというのはタイ東部の都市シーラッチャの名前からついた辛いソースのことだそうです。パセリが入ると美味しそうです。野菜が出来上がりました。これとベビーほうれん草を混ぜて付け合わせにします。こちらの料理は生の野菜と調理したものを組み合わせることが多いです。この場合日本のレシピならほうれん草もさっと炒めたものを混ぜると思うのですが、サラダの上に調理した肉を乗せることもよくあります。はじめの頃は生野菜が肉の熱でしんなりするのが嫌だったのですが、もう慣れました。素材の味を生かすなら生野菜のパリパリした食感を尊重してほしいものです。シュニッツェルも焼きます。友達がドイツ人と結婚しているのですが、風邪をひいた時にご主人が彼女のために食欲がないだろうからあっさりしたものがいいだろうと言ってこのシュニッツェルを作ってくれたそうです。食べられなかったって言ってました。そういえば手術でお腹を切ったのにその日の夕食がチキンシュニッツェルでした。メインディッシュの蓋を開けてシュニッツェルを見た瞬間、食べれないと即蓋をしました。日本人にとって病気の時のカツはきついですよね。野菜を盛り付けて完成です。いかがでしたか？コメント、チャンネル登録お願いします。